突然ですが、皆さん、こちらの武器ご存知ですか？杖剣って言います。なぜかエルデンリング後編で手に入る、まあ、杖の形をしたね、武器なんですよ。絵が杖なんですけど、刀身はまあ多少の刃みたいな感じで、文様が入っててね、非常におしゃれなんですけど、これ、使ってる人見たことある？とりあえず俺はない。で、せっかくね、僕、今、魔法剣士として生まれ変わってるので、杖剣の最適解分かりました。はい。普通にね、ただの直剣なんでこれ。どういう風に使ったらいいんだろうなと思ったら、こちらです。DLC のね、戦技にヒントがありました。そう。ロイヤル、カーリア。ちょっと待って、威力すごいな。ちなみに、このロイヤルカーリアは、二段構えでございます。戦技をですね、一発目出したら、もう一発出すと、なぎ払いも出ます。今日はね、このね、最強になった杖剣、ロイヤルカーリア編で遊んでいきたいと思います。はい。杖剣関係ないじゃんっていうのやめてくださいね。うん。杖剣に対しての、やはり僕は愛情がありますから、はい。エルデンリングのね、動画をもう多分400本近く上げてるんですけど、もうこんなにね、杖剣愛に溢れたね、まあ、実況者いないですよ。ちなみに動画で取り上げるの初めてですけど。さあ、じゃあ前回の続き、聖樹への披露をね、今日やっていきましょうか。あんまりここはね、好きじゃないんですよ、正直。はい。なんかね、落下死が待ってるような記憶があるんでね、もう3周目なんですけどね。懐かしいな、ここ。ほら、聖樹へのヒーローですよね。聖樹へのヒーロー。まあ、まあでもね、最強となったね。私は杖剣があるんで。はい。余裕ですね。ロイヤル、杖剣の動画なのか、ロイヤルカーリアの動画なのか、ちょっと自分でもよくわかんないですね。いや、まあここはロイヤルカーリアかな。おふくしょう！なんだよ。さあ行きましょう。入ってますね。OK。行こう。さてさて。敵がどこから、まあ、どっから出てきてもね、まあ、ロイヤルで行きますよ、こっちは。先にいんのか、これ。なんか音しますね。ん？ちょっと。ポーン！魔法が打てるぞ。さあ行くぞ。ロイヤルーカーリアからのカーリア強いよ強いよね、皆さん、杖剣使ってみたくなったんじゃない？あ、いますね、いますね、小僧が。小僧も、カーリア一発だから。アイスコーン？ボーン、はい。いいですね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。もう、序盤最先いいですね。こんなところでね、まあまあ、言うて、エルデンリングの動画を400本近く上げてるとさっき言ったじゃないですか。ってことはですよ、ロックかかんないんだけど。ってことは、もう、エルデンプロと言ってもいいぐらいなんですよ、正直。はい。だからこんなところで死なないですよね、普通に考えたら。めちゃめちゃ血痕がある、縁付きの。こんなところで死ぬわけないですよ。はい、スポーン！いいですね。おい。残念だったな。はい、飲んでいく。これは？この先、タコに注意しろ。ありがとう。タコ、まだ出てくるの。タコ、大丈夫だよ。ロイヤルカーリアの前では話にならんから。ロイヤルカーリア腕もなくなっていく。はい、スポーン、スポーン。待て待て、ガキが来る、ガキが来る。ガキがめっちゃいる。ガキめっちゃいる、ガキめっちゃいる。回復して。タコはね、足を食うらしいですね。タコが回復するの俺、見たことなかったんで。遠距離もいけるぞ。はい。はい、大粒手。大粒手は長距離もいける。長距離もいける魔術だ。ちょ、見えないな。はい。ドン、ドン。うん。まあ、そのまま殴るとこんなにかかるのか、倒すのに。はい。頑張れ、杖剣！連続攻撃できりましたね、完全に。キモ、こんなキモかったっけ、こいつ。キモいぞ！はい！ドコン！距離感もやばいですね、これ。ロイヤルカーリアめっちゃ強いな、普通にな。やっぱ魔法剣士強達ですよ。この先タコに注意しろ。何匹おるねん、タコ。はい。この縁付きのね、死因とかメッセージ。
マルチプレイグループ合言葉 YNS というものを作ってます。よかったら入ってください。縁付きのね、死因とか、メッセージが見れます。影打ちをね、フロムさん早く直してください。確かこの下あったよな。早く直してくんないと。影のうちね、縁付きメッセージ一個もないです。なんなら影のうちメッセージ超少なくない？あ、ちょっと待って、これ怖え。怖え。ここや。ほほほほほほ。オッケー。まあ、こうだよね。はいはいはい。余裕。これはメッセージは？メッセージ。この先貴重なアイテムがあるぞ。ありがとう。縁付きメッセージ。博すずらん級。それだけ？お、違う、本当にあった。マジか、すげえ。お、これ知らんかも、俺マジで。銀のスカラベだ。三つ目。やばい。さすがにメンバーは、ああでもなんか芸人の人がいるから楽勝だわ。オーケー。ここでね、先に先手を打つにはロイヤルカーリアの一段目を放します。ここであえて空振らせてからのここで投げ払い入れていく。はいはいはい、こういうこと。で、ここで、ロイヤルカーリアに、あ、ロイヤルカーリアをこう入れていきます。やばい！うぜぇ！なんか時間経つと出てくるよね。この先上に注意しろ。そしてこの先アイテムがあるぞ。ありがとう。めっちゃあるじゃん。この先上に注意しろ。ありがとう。倒したんださっきこれ。おそらくタコ。ありがとう。なんか時間差で出てくるんですよね。縁付き。縁付きのシーンがあるね。やっぱあいつらにやられたのかな。ちゃんと虹色石で調べてんのかな。見せてくるね、やっぱ死因でね。これはもう普通にやつらやられたんだろうな。これさ、めんどくさいな、これ。どうしたらいいんだ。来るやん。ハイト来るやん、来るやん、来るやん。来るやん、戻るやん。あれ？こっから奇跡の大粒で。届くんかい？これすごくね？届くんだね、これで。つぶてん危ないって、ほんとに。やべ、魔法がない。おめえなんだ、こら。ロイヤルガーリア！ほら、また出てきた。ここだ。え、ゼロ票だって。よっしゃ、俺初1もらったぜ。すいません、これ。つぶてん。めんどくさいな、この洞窟。マジで。あれ、よっぽどいいものなんだろうな。もう忘れちゃって、あれが何なのか。つぶてん。あれ、つぶてん。いいよいいよ。つぶて強ない？普通に。この角度、いや、ちょっとやめよう。また変な角度行こうとすると落ちるかも。回復しておくか。ちょっとね、足元がね、なんかあれなんですよ。玉ひゅんだから、ちょっと。怖いんですよ、なんか。たどたどしいプレイをしちゃってるから落ちるんだよね、逆にね。だから、そうだ。たどたどしくやってるから、ここはもうみんなのメッセージを信じて、おそらくここだ。ありがとう。もうパーッとさ、いつも通り、ここがね、ここにもう床があると思えばいい。うん。たどたどしくなるから、ふぅー来たね。はい。ロイヤルカリア。おい、どうすこい。残念。はい、まずはここだ。ありがとう。もうここに床があると思って、ふぅー全然上だから。うん。これ、床あるから、あるから。ただの一本道やから、これ。ないと思うから、恐怖心でたどたどしくなる。こうよ、もう。はい。やばいって、お前それ！やばい！ぶねえ！こっちは怖いね、普通にね。はい、で、これ、右にこう、ポン、ポンね。ポン。危なかった。え、キモ！ちょっと待って。なんかいない？これ。いるよね。こっちはいけないか。キモいな、これ。どうしよう。いや、魔法だな。こっから、いや、こっからロイヤルカーリアルしかないだろう。ロイヤルカーリア！フルパー！カロ！空中殺法？空中ロイヤルカーリア。地名を入れて。あ、なんかルカちゃんみたいな。え、ルカちゃんいない？見た？みんな。ルカちゃんいなかった？左側に。俺はルカちゃんの幻影を見たぞ。食うか？食った。あー、見たかったな、空襲か。どうす？ちょ、強くね？これ、マジで。
めっちゃ強いんだけど、フルパワー最大ため半端ないですね。バカだな。こっちでつぶてがあるんで、つぶてん、つぶてん、はいはい。あれ、あれムカつかで、ね、あのなんか祈祷やべ、あの祈祷ムカつくよね。爪なんか意外とシャディあるじゃね、腹立つんだよね。タコの刺身にしてやるよ。おいおい、タコ刺し、うわ気持ちいいな。おい、雑魚をしばくのが一番気持ちいいわ、仕事の後、うん、死にたくないんだよ本当は。この先誘い出してこういう子だ。だからこそ個別撃破。なるほど、まずは誘い出し、そして個別撃破。同じ人だよね多分ね。この先待ち伏せに注意しろ。すごいね、個別、とにかく待ち伏せに注意しろと。任しといて、それやめ、ムカつくんだよそれ。はっ、横にずれただけ。こんな、お前なんだ今の、お前なめぷすんじゃねえぞ。あ、確かにいますね。つぶてー、つぶてー、2発で死ぬからな。つぶて、つぶての威力は半端ない。つぶてー、つぶてー、誘い出しが有効です。もう誘い出せないから、つぶてで先手必勝って言うから悪いな。魔法剣士だからなこっちは。大粒での威力半端ねえから、火力半端ねえからな、覚えとけよ。さてこっち行きます。いや余裕でしたね普通にね。あ、これボス戦、あ、ボスいたっけ、あ、これボスいんのこれ、え、これボスいんのここ、マジ全然覚えてないんだけど。あ、貴重品来た、よっしゃー。ん、ボス戦のレバーが分かんないな、どこにあるんだ。なんで俺3周目なのこんな覚えてないんだろう。やはり勇気か。まあここまではたどり着いたんだな俺な、俺の人生、まあ、十分か。ここまで来れたら。めっちゃ見逃してたんだけど、ここだ、ありがとう。めっちゃ見逃してたわこれ、俺普通に。オッケー。いやー、もうめちゃめちゃあっち行ったりこっち行ったりしちゃったよ本当に。うん、どこにあるんだろうなと思って、開いた開いた、どこに行けばいいんだろうなと思って。オッケーオッケー、怖いね、エルデンリングね。これ3周目だからね、俺ね。全然覚えてないから。さあ、じゃあ、どうしようかな。まあ、愚痴をでいいか。愚痴を出せる今。出せるか。よし、愚痴を行け。行け、愚痴を。頼むぞ。まずワンパー入れてくれ。何？お、やばい！映し見じゃん！はぐれ映し見。あ、動かない動かない、あいつ。あいつ動かないからさ。来た来た、愚痴を来たぞ、来たぞ。いいぞいいぞ、愚痴いいぞ。よし。これ俺か？魔力無限大？からの、魔術の血？からの、アステール？アズール！なんでアステールアズールって。あ、いたじゃん！やべやべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ。変なこと言ったせいでなんか動揺しちゃった俺が。ロイヤルカーリアン！カーリアン！やっぱ強いな、アルカちゃん。ああ、やっぱ最強キャラだけありますね。やっぱりね、エルデンリング界最強キャラですからね、これ。レジェンダリーですよ。うん。おお、おー、いって、一瞬出た。すごいの使ってくる。魔法剣士ルカティールやばいわ、これ。はい！ロイヤルカーディアン？ロイヤルカーディアン？いいよいいよいいよ。いいよいいよ。愚痴をいいぞ。いけいけいけ。なんかムカつくな、あいつにやられてると。え？なんかムカつくな、お前にやられると。おい！間違えてんぞ、お前！こいつなんだ？なんだろう、壺と同じ匂いを感じるな、あいつ。うん、壺と同じ。なんかやっぱ気に入らん、なんかちょっと気に入らないね。上司を気に入らないバイトみたいな。あいつもちょっとバイトとしてどうなんだろうな。まずはタリスマン。ありがとう。え？まずはタリスマン。あ、取った気がするぞ。さっきのやつだよな。サンキュー。魔法学院レアルカリア第一卒業生レアルカリオでございます。どれ、最近の若い者はふぬけておるから、わしがこの影の血を手伝ってやろうかの。最強の魔術師と呼ばれたこの私がね、孫を相手にしてあげるような感じで
一応遊んであげようかの。おう、どれどれ。いやー、頼みますよ。今ではね、杖をついてしまってるぐらい私の足腰は弱ってしまっていますからね。さあ、若者のね、邪魔にならないよう、じじいとしてね、せめてものやり方を。まあまずは挨拶程度のつぶてですね。はい、まあ、こんなものはね、昔の魔法学院で比べたら、まあ呼吸をするような感覚で出せますよ。はい、さあ行きましょうか。珍しいとこだな。この砦に行くっていうのはなかなかないですね。あと、まあ久しぶりにね、カーリアの、なんだっけ、もうジジイだからど忘れしちゃったよ。カーリアの体験も使っていこうかなと思ってますね。いますか、敵が。あ、いますね。任しておいてくださいよ。おい、当たんないこともある。なんかいるな。どれどれ。私の杖はね、剣にもなるんでね、非常に便利なアイテムですよ。はい、助かってますね。危ないですよ。後ろいましたよ。おい。おい。ジジイだからね、やっぱり威力がちょっと低いですね。さあ、進んでいきますよ。なるほど。もうボスですかね。早いことに、もうボスみたいですね。じゃあ、私の、とっておきの魔術を見せてあげましょう。さあ、来ましたよ。さあ、まずはここで、魔力を全開まで高めていきます。魔力の血。はい。ああ、まあ、これはよくあるラニの月ですね。今の学生なんかだったらみんな使えるんじゃないでしょうか、これぐらいだったら。簡単な魔術ですよ、こんなの。なのでね、今日はね、皆様が見たことないようなとっておきの魔術を見せましょう。なんと、このラニの月をですね、私は体内の中で圧縮し、何重も炎症した状態でたくさん出せる技があるんですよ。はい。ラニの月を一瞬でね、10個程度、この私、レアルカリオが出してみせましょう。ラニの月。ラニの月。特大大量発生中。死ぬ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 、本当に舐めてると。俺はこれ食らってみるか。お前これ食らってみろ。うれ、こうだ。うれ、どうだ、吹っ飛ぶだろう。どうした若いの、足腰がなってないんじゃないか。行くぞ。あぶ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 、回復して行くぞ。吹っ飛んでみろ。うれうれうれ。若者よ、覚えておけ。体内で圧縮することによってラニの月がこのように大量に出せるんだ。おお、この戦いですか。懐かしいですね。ここでよく昔、ばあさんと喧嘩したものですよ。ああ。魔法と魔法の殴り合いなんだけどね。まあ最終的に、ばあさんも、わしも、FP が切れてしまうから、もう髪の毛掴み合いの引っ張り合いですよ。ばあさんはね、ずるいんですよ。耳を噛んでくるんでね。耳とか、なんていうの？なんかちょっと二の腕とか、ちょっと柔らかいとこ、弱いとこ噛んでくるんでね。痛いんですよ、あれ、喧嘩で。そんなばあさんもね、もう、今は、ね、さしてもらっていいですか？元気でまだ、魔法使ってますよ。行きますよ。ここはちょっと手加減できないよ。悪いな。こんな減るのか。ここははめていくよ。悪いね。お嬢さん。おいさ。あ、なんか来たな。なんだこいつ。おお。